はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他にも心理学や英語学習についての本をご紹介しています。で、他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますので、よろしければお使いください。で、今日ご紹介する本はこちらの感情力というタイトルの本です。で、サブタイトルとして、自分をコントロールできる人できない人というようなタイトルがついています。で、この本はもともと洋書なんですけれども、精神科医のお二人が書かれている本になっています。で、洋書って結構長いことが多いんですけれども、この本も、多分に漏れずですね、結構ページ数が多くて350ページぐらい、結構充実した内容になっています。で、まあ主に人の感情の変化について精神科医の二人が書いているという内容なんですけれども、具体的にはですね、章立てでいろいろな感情を別々に説明してるんですが、怒り、羨望、喜び、上機嫌、幸せ、そして悲しみ、羞恥、嫉妬、恐怖、恋愛という内容について、各章で説明をしてまして、最後にその感情力を高める方法というものについて、解説をしています。で、非常にちょっと内容が濃くてですね、また専門的な内容が多いです。ですが、ボリュームがあるだけでですね、やはり人っていうのが、持っている様々な感情というのを的確に分かりやすく説明していた内容だったなというふうに思います。で、細かい話は今日ちょっとご説明をしないんですけれども、私がいいなと思ったところについて2、3点ご紹介をしていければなというふうに思います。で、1点目はですね、その悲しみが行動や思考に与える影響についてということが言及されていたので、そこから少しお話をしたいと思います。で、悲しみというのは喜びの反対の感情として、理解されていると思うんですけれども、悲しみに沈んでしまうとですね、人は、どうしても引きこもりがちになってくると。で、その結果次のような事態になりやすくなって、事態は一層悪化するということが知られているそうです。で、悲しい気持ちになると悲しい思い出ばかりが浮かんでくる。悲しい気持ちになると嫌なことばかりに注意が向く。悲しい気持ちになると集中力に欠けると。で、従ってこうならないためにも何か行動を起こした方がいいんだというふうに書かれています。で、悲しみは行動を抑制してしまうので、逆に行動することによって悲しみをコントロールしていくのであるというふうに言っています。で、悲しみっていうのは行動だけではなくて、もちろん思考にも影響を与えますと。で、例えば人は成功したり失敗したりすると、その原因をさまざまなものに求めるが、悲しい気持ちでいると失敗した時にそれは自分のせいだ、自分の能力が足りないのだと思ってしまいがちになる。反対に成功した時には運が良かっただけだというふうに考えてしまう。実はこれはうつ病の患者に典型的な考え方で、こういった考え方をする人はたとえ今はそうでなくてもうつ病になる危険が高いと言えると。これは多くの研究が証明していることであるというような、コメントがありました。で、実はですね、このチャンネルでもいくつかご紹介をしていると思うんですけれども、私自身心理学に興味があったりとか、自分自身でもですね、ちょっとへこみがちになってしまうことが多いなというのを自分なりに感じています。で、今説明したいの内容っていうのが、まさにその通りだと思っていて、調子がいい時はいいんですけれども、調子が悪くなってくると、考えすぎてしまう。そして悪いことばっかり考えてしまうと。で、そうすると、行動ができなくなってきて、どんどんまた暗い悲しい気持ちになってくると。で、結果として結果が出ない。もちろん行動を起こさないと何も起きませんから、結果が出ないと。で、結果が出なくてももちろん解釈を悪くすることはできますし、何かしら結果が出てればですね、自分の周りの環境シチュエーションっていうのが変わっていきますから、気分転換にもなるんですけれども、それもできないと。で、このループに入ってしまうと、もうずっと何もできないし、何もできないから自分が嫌になってくる。で、自分が嫌になってくるんだけれども、環境が変わらないからどんどん、悪いことを考えてしまうと、このループになってしまうんですけれども、やっぱり行動をやってみるということが、その悲しみをストップさせるためにも重要なんだということを、改めて学びました。これはちゃんと覚えておきたいというふうに思います。で、次もう1点ですね、ご紹介をしたいと思うんですけれども、あと2点ご紹介します。で、2点目はですね、その自分の感情に気がついたりとか、その感情力を高める方法として、小説を読んだり映画を見たりすることだということが書いてありました。
で、小説や映画っていうのは様々な感情が描かれると。で、それを読んだり見たりすることによって、私たちは自分がその感情を受け入れた時のことや抑えてしまったことのこと時のことを思い出し、自分の感情に気づく力を高めることができるのだというふうに書いてあります。で、これはですね、私自身もまあ反省をしているんですけれども、結構このチャンネルでもビジネス書についてご紹介することが多かったと思います。ですが、先ほども言ったように自分の中でちょっとこう辛くなる、精神的に辛くなることもあって、で、そんな時にですね、文庫本とか文学書、小説とかをこう手に取ってみると、ああ、こういう人もいるんだなとか、もちろん必ずしも成功体験ばっかり書かれてるわけじゃないので、そういう共感みたいなものができるなということを、この年になって改めて、初めて気がつきました。で、結構ビジネス書を読んでるとですね、こういうふうにすれば成功する、こういうふうにすれば正しいというふうに書いてあるんですけども、もちろん人生っていうのはアップダウンがありますから、成功する時もあれば失敗する時もあると。にもかかわらず常に成功成功成功というふうに考えてると、どうしても私のようなその悲しみの感情が強くなりがちな人間とかですね、塞ぎ込んでしまうことっていうのがあるんじゃないかなということを改めて分かりました。で、皆さんはきっとそんなこと気がついてるかもしれませんけれども、ちょっと不器用なところがあって、これまで気がつかなかったので、これからですね、少し文学書とか映画とかそういったもので気分転換をしたり、また他人の人生を疑似体験するというような気持ちで、そういったことをやっていければいいんじゃないかなというふうに今感じています。で、最後3点目にですね、感情力を高める方法として表でまとまっていましたので、そちらから簡単にご紹介をしておしまいにしようと思います。で、感情力を高めるためにですね、した方がいいこととしてはいけないことを、表にまとめているんですけれども、した方がいいことっていうのをちょっとまずご紹介をしたいと思います。で、状況を考えながら適切なやり方で感情を表現すること、好意的に話を聞いてくれる人を探し、その人に感情を打ち明けること、健康に気をつけて体調を崩したり病気になったりしないようにすること、喜びや上機嫌など楽しい感情を抱く機会を増やして、悲しみや怒りなど否定的な感情はうまくコントロールすること、で、自分の感情に気がつくこと、相手の感情に注意深くなること、会話を中断して相手の気持ちや考えを言葉にしてみること、これらをした方がいいというふうに書いてあります。で、その反対にしてはいけないこととして、怒りに任せて、抑えに抑えた感情を一気に爆発させること、怒りや悲しみなど否定的な感情で心を苛むかな状態を続けること、感情というのは純粋に心の問題だというふうに考えてしまうこと、感情が湧き上がってくるまま消えるままにして、何も対策を取らないこと、感情に身を任せて、いつも同じ失敗を繰り返すこと、自分の感情や立場だけを主張すること、同じ議論を繰り返して相手を感情的にエスカレートさせることと、こういったことはしてはいけませんよということが書いてあります。で、簡単にまとめられる内容ではないと思うんですけれども、やっぱり個人的にはですね、その感情にまず波があるということに気がついたり、それは相手も同じであるということをまず認識するということが大切なんじゃないかなというふうに気がつきました。で、その上でですね、やっぱりハッピーな感情っていうのはなるべく尊重にすると、積極的に取り上げて、自分の中でも大切にしていく、そしてアンハッピーな感情っていうのは、それをしっかりと認知した上で、できる範囲で適切に対処をしようと心がけることっていうのが大事なんじゃないかなというふうに、感じました。はい。で、今日は以上になるんですけれども、非常にちょっと分厚い本なので、値段も2200円します。で、皆さんに気軽にお勧めできますというような本ではないんですけれども、自分の感情、今私は悲しみとか喜びについてお話を軽くしましたけれども、怒りとかですね、嫉妬とか、そういった感情を持っている方、もちろん私も持ってますし、それが特に強い方、弱い方っていうのはいると思います。で、自分の感情についてですね、何か興味を持っている方は一度読まれてみると非常に内容のある本ですので面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。やっぱり日々明るくですね、なるべく前向きにこう自分をコントロールして生きていけるといいなということを改めて感じた一冊でした。はい。今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。